TV ラジオ工藤純喜の10人対談、聞いて得得11時、苫小牧八戸をフェリーで結ぶ川崎近海汽船の提供でお送りします。はい、これから見えてまいります、左手の方に見えてくる洞爺湖なんですけれども、周囲が43キロあります。43キロなので、ちょっとフルマラソンと同じくらいなので、マラソン大会なども洞爺湖行われています。深さが173メートルありまして、北海道で3番目に深い湖なんですけれども、はい、深さが3番目になります。北海道で一番深い湖ってどこかご存知ですか？あ、そうなんです、一番深いのは支笏湖で、2番目がそうなんです、摩周湖、それに続いて3番目、洞爺湖が北海道で3番目に深い湖となっております。洞爺湖はですね、冬でも凍らない湖として有名なんです。不凍湖、これは支笏湖も不凍湖なんですけれども、凍らない湖として知られております。中之島は大島、小島、観音島、弁天島っていう、この4つの島が成り立って1つの、あ、見えてますね、綺麗に見えてます、1つの島に見えますけれども、これは4つの島の、はい、総称が中之島なんですよね。君を訪ねて巡れば水は青い憂いの目を潤ませて、去年の道に草の花咲き、旅の口笛、切なく消える、10人トイロ秋の洞爺送別満喫満腹ツアー、はい、お待たせしましたやっとね、喋りの時間になりましたが、改めましてこんにちは、工藤純喜です。こんにちは、佐々木花江です。佐々木花江さんの大ファンになりましたって、この方からね、この参加なさった方なんですが、あなたとしてはどうなんですか、今中訂正しなきゃっていうふうに今言いながら聞いてましたね、あのですね、今洞爺湖の案内を入ったんですけど、まずあの深さ173メートルって言ったんですけど、深さ179メートルですね。はい、すいません、173メートルは JR タワーの高さです間違っちゃいましたごっちゃごっちゃ。あと中之島の話した時に、大島、小島、観音島、弁天島って言ったんですけど、小島じゃなくて万寿島でした。まあ小さい島ですからね。そうですね。まあ、それでもいいか。なんか もっとできたはずなんですけど、なんかすいませんでした。元バスガイドの肩書きがね、偽バスガイドかっていうふうにみんな。偽バスガイド。申し訳ないです。いやでもね、まあ、あなたの参加もありましてですね、はい、バスツアー楽しく軽快にね始まりまして。はい、で雨がちょっとあの心配になってたんですけれども、はい、皆さん参加された方のきっとご精進がね、はい、よろしかったんだというふうに思います、はい、ラジオネーム遠目のチラ見は30代、あ、そうでもない長いので次回からはあ、そうでもないにしますという、これはラジオネームこの僕のおかげでって書いてあるんですけどね、僕はもうバスの中の、ね、人たち紹介、自己紹介させていただくときにあのマイクが届かなかったんで、はい、って名前を言って、ね、でちょっと立ち上がってとか顔見せてくださいって言ったら、はい、その方が、ね、若く見えたんですよ。見えたんですよ。後ろの方の席。それで遠目のちなみは30代で、ジキさん、サーフィナー、花江ちゃん、もう皆さんとても楽しい旅行ありがとうございました。ありがとうございます。で心配されたお天気もですね、薄山のブルブルを除けばロープウェイで登りまして、でまた展望台までね、そうです、300何十メートル、これ階段登っていきましたね、平地で300何十メートルだったらすぐだったんですけども階段がありましたんでね、でブルブル震えるぐらいの寒さで、まあ、日に照らされた紅葉が見事、そ、はい、今もう最高ですよ、についてまずあの頑張ってくれたてるてる坊主たちにお礼を言いました。母ちゃんと作ってくれたんだ、
タイトル通り当夜送別の秋満喫させていただき、特に月浦のハーバルランチでの体験はのんびりゆったりして、映画幸せのパンを思いながらの素敵な時間でした、ね、美味しかったですね。ハーバルランチのあのすごく印象的だったところ、ダッチオーブンのね、うん、美味しかったっていう人の話もいっぱいこの後もありますがね。それにしてもいくら満腹ツアーといえばとはいえ、よくまああんなに食べたもんだと我ながら呆れてます。花ちゃんも食べたね。私も食べましたよ。食べたね。2回くらいダッチオーブンおかわりしましたから、ね、皆さんもだけどおかわりしてたね。そうですね。野菜とお肉の鶏肉が美味しかったです。伊達の白雪鶏がハーブで味付けされて、これがもう大行列でしたよね、はい、大行列、はい。ずっとお腹が空かなくって、昨日夜の11時頃やっと小腹が空いてきて、岩倉観光果樹園で買ったプルーンを食べて、はい、これ美味しくて5個も食べたらまたお腹いっぱい。頑張りますという方でございました。ありがとうございます。テイネコのミウのバーバさんはですね、当夜月浦でのダッチオーブンで食べた野菜の甘みと鶏肉の柔らかさ最高でした、はい。夜の宴会では純喜さんのマリックさんそっくりのマジック見事なマリックさん、そこただサングラスが、ちょっと似てたというだけで、サングラスをかけて、これはね、あの何回かこの同じそのバスツアーであのジュニートロで参加された方もね、はい、毎回私宴会ではマリックマジックをやってるんで、イリュージョンズで同じことをやったらほら、また同じのしかあいつレパートリー少ないなと思われるんで、絶対違うのと思って ね、 そうですね、仕込んで ね、 ね頑張って、大変だったんですが、年賀だった戦場からの花火とても綺麗でしたと、うん、そうだよね、綺麗でした。鑑賞戦、花火鑑賞戦ちゃんと出られてね、はい、もう素敵でした。実は私10月20日が25歳の誕生日で、あら25歳の一番思い出に残る誕生日なり、どう言って言ってね、そうね、あら20日だった、ちょうどその当日の夜、そうだ、機会があればぜひまた姉と参加したい。あらミューのバーバさん、いやーねえ、今日が誕生日だっていうディレクターはですね、高い機能アピールしてましたからね、一郎と同じですって言ってね、そうだそうだ、マイクでね、そういうね、今のような奥ゆかしい人もいれば、バスの中でね、アピールする人もいるという。あつべつくのラジオネーム、ステップバイステップさん。一日目の夜食では、夕食ですね。これでもか、これでもかと言わんばかりにもうお料理が次々と運ばれました。昼食のダッチオーブンの料理、おかわりしたことを深く反省しました。同時に純喜さんのワンコそばの話を思い出しました。そうそう、ワンコそばを昼に食べてね、夜食べられなかったってね、何やら怪しげなミスターマリックが突如として現れたり、二日目は寒さに打ち震え、鼻水をすすりながら仏山の歴史と昭和新山の誕生秘話、のお勉強をして、自然の雄大さと尊厳さを思い知らされました。このね、佐藤つとむさん、はい、ね、ガイドの、ガイド、火山マイスターの方、70代半ばの方なんですけれども、すごいエネルギーをね、火山のエネルギーをもらってるんじゃないかと思うぐらいの。そうですよね。もう先頭で階段だーって登っていきましたから ね、 ね。でも大きな、あの、なんていうんですか、スケッチブックをね、こう自分で手作りした写真だとか、うん、いろんな資料が入ってるから、これが、30年前の写真です。昭和新山のみたいなね。そうです。大臼は200メートル、なぜ移動したんでしょうか。泉川に。エネルギーたっぷりで。楽しかったですね。この企画を立てられ、数えきれないほどのミーティングを重ね、当日は私たちを楽しませるために気を使ってくださったスタッフの皆さん、クラブ月の添乗員さん、ありがとうございましたって、ね。まあ、一部の人は何もしてなかったっていう。東区のかぐや姫さん。2日間楽しかったです。自然の中でのダッチオーブンで作る、その、ランチとか、私は鳥が苦手なんですが、あ、臭みもなく柔らかくてとっても美味しかった。あの、ハーベルランチではですね、ハーブを自分たちで、あの、あれですね、摘んで、はい、葉っぱだとか茎だとかね、その、はいはいはい、それぞれの、その、ハーブの特性があります。うん、それを、ハーブのティーにしてね、お茶にして、生の花、どうでした、うん、美味しかったです。あの、いろんな効能があるのでね、それ合わせて、うん、体温めて、美味しかったね。ダイエット効果があるお茶をね、葉っぱいっぱい入れて、美味しかったです。ジェンキさんもそうです。一緒にね、一緒に、それやりました。それからハーブをちょっとこう香りをつけた、はい、あのバスボンっていうね、あ、まだ私は使ってないんですけど、それは手作りでね、あの
お風呂で使えるそういったものも作ったりとかですね、はい、またあの待ってるダッチオーブンが出来上がるまで待ってる間もあっという間でしたね。はい、うつ山にロープウェイ、リンゴ狩りなどもうちょっと 寒さや登るのがきつかったですが、それもまた楽しい思い出になっておりますという、はい、ということで他にもたくさんね、感想をいただきたんですけれども、はい、皆さんね、それぞれいい思い出を、持ち帰っていただいたと思います。うん、で、その、洞爺湖で大変に、お世話にもなったといいますか、はい、今回の企画にも本当にですね、参加していただいた、方でもある、洞爺湖温泉観光協会、そして観光ディレクター、北海道観光大使でもある、後藤陽子さんに、はい、お会いしましたんですがね、電話がつながっております。もしもーし、もしもし、どうも、昨日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。はい、皆さんね、ちょっと疲れたと思うんですが、でも、まあ、思い出をね、たくさん お土産に、美味しいものもね、たくさんいただけて、よかったっていうふうに思いますね。洞爺湖、今ちょうど本当紅葉が、そうですね。はい、綺麗ですね。今だいたい5、それでもまだ5割か6割ぐらいでしょうかね。はい。例年よりもちょっと1週間ぐらい遅い感じですね。洞爺マルシェでもですね、はい、撮りました、洞爺赤丼ね。はい、赤丼です。これお昼にね、食べさせていただきました。大きな丼ぶりでね。これ今もうブランド肉ということで、はい、力を入れてるんですよね。そうですね。洞爺湖赤毛和牛もそうなんですけれども、洞爺湖では黒毛和牛っていうのも取れますし、うん、はい、はい、周辺にはですね、伊達の方には伊達小金豚ですとか、隣町の豊浦 SPF 豚とかいろいろありまして、実は今、ブランド肉を食べようキャンペーンっていう形でですね、この、肉をそれぞれの使った宿泊プランですとか、あと飲食店で食べられる場所を紹介するチラシななどを作って PR しております。なるほど、10月の20日からこれ始まりまして、そうですね、20日から1月31日という形で、なるほど、はい、美味しいブランド肉を食べ比べ、まあ、牛も豚もですね、取り揃えておりますので、はい、洞爺湖はですね、やはり今まで100年に4回も噴火を繰り返してるんですけれども、聞きました、はい、はい、普通火山灰っていうのは酸性なことが多くてですね、土地が痩せてしまうということをよく言うんですが、はい、ここの場合はですね、奇跡的にミネラルがたっぷりの栄養分たっぷりの火山灰だったんですよね。そこでですね、非常に土壌が豊かになって、野菜は200品種も取れますし、はい、今のブランド肉だけで周辺に5種類、あと噴火湾や洞爺湖の魚介類、非常に食が豊富に生産されてるんですよね。はい、そうですね。それで、はい、それで1年かけて洞爺湖食の四季という形のキャンペーンで、はい、じゃあ今これからまあ冬にこう向かいますけれども、はい、また春になったら、そうですね、今肉なんですけれども、2月からは今度噴火湾と洞爺湖の魚介フェア、はい、春になると野菜、春野菜、秋だと秋野菜というような形で地元の美味しい食をPR していこうと思っております。まあ、それぞれの、まあ、レストラン、食堂、そして旅館、はい、ホテルね、まあ、先ほどのハーバルランチもそうですけれども、そうですね、美味しくてよかったですね、美味しい、そういった食をこう楽しみに、季節、はい、この四季に訪れると、はい、またいいですね。そうですね。洞爺湖にはすごい四季折々の風景を楽しめるんですが、うん、それと一緒に食の四季も楽しんでくださいというキャンペーンですので、ぜひ訪れていただければと思います。ロングラン花火大会は、はい、10月末で31日ですね。31日で、はい、終了ということですので、まだ今週末のね、土日とか、はい、多くの方、これ毎日やっておりますんでね。そうです、毎日ですね。いや、はい、本当花火の鑑賞戦で僕初めて見たんですが、あれ違いますね、やっぱりすっごい迫力、岸から見るのと、ね、船でやっぱりこう上げてるところを追っていきますので、近いですし、迫力もありますし、なかなか花火こういう形で見るのもできないことですので、はい、ぜひ来ていただいて見ていただくとちょっと感動するんじゃないでしょうかね。いや、大きな船なんですけれども、はい、エスコワール、もう本当にたくさんの方が乗って、そうですね、そうですね、700名乗れる船ですので、予約なしで皆さん乗っていただいておりますね。なるほど。
はい、まあ、他にもその送別のですね、リンゴ、はい、岩倉果樹園さんに行って、はい、そうですね、これリンゴの、ね、取り方とか、はい、美味しいもの、あのリンゴちょうど熟したの見分け方とかね、はい、皆さんねすごく詳しくあの質問もして、はい、でまた奥様にねあの、はい、紹介してあの教えていただいたりして、美味しかったのはなんだっけ、桃のシャーベットですね。あ、食べ美味しそうですね。桃も取れますからね。桃もね。はい。そうね。まあ、いちごのシャーベットとか、その季節、その季節にあるらしいですけどね。そうですね。ぜひ、あの、加工品も、はい、あります。ありました、食べていただきたい。言ってるうちにもう時間がなくなってしまいました。はい、また。本当にありがとうございました。いやいやいや、これ、今度また、あの、はい、情報とですね、はい、今度こういうような企画がありましたら、あの、はい、お世話になると思いますんで、はい、よろしくお願いします。一つだけちょこっとだ、どうぞ、いいですよ。よろしいですか。今、あの、登別の洞爺で楽しみ探検号という形でですね、はい、28日まで登別と洞爺を、今までバスがないんですけれども、はい、実験的に片道500円でバスを運行しておりますので、これオロフレを通って、はい、オロフレを通ってですね、今オロフレ紅葉がすごく綺麗ですので、はいはい、あの毎日運行しておりますので、ぜひこの機会に登別と洞爺連泊で楽しんでいただければと思っております。なるほど、登別ってのは佐々木花恵ちゃんの出身地なんですよ。あ、そうですか。登別っ子なんですよ。綺麗ですよね、オロフレ通りの紅葉は。はい、そうですね。ですからこの機会に秋ぜひ2つの温泉も入り比べていただくのもいいかと思います。いいかもしれない、はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。洞爺湖温泉観光協会観光ディレクター、そして北海道観光大使後藤陽子さんにお話を伺いました。